はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女5月14日アップデート放送やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで先ほどロビが更新されましたので早速見ていきましょう。まずは第2回スキル説明文の調整。より読みやすく理解しやすいスキル説明を提供するため、数回に分けて既存のスキル説明文、首相スキル、副将スキル、スキルヘルプなどの調整を行う予定でございますと。まあ、これ前回もねあったやつですね。第1回がありました。で、調整は説明文の表記のみとなり、スキル効果の変更は一切ありません。説明文の調整をよりスムーズに行い、皆様の通常プレイへの影響を抑えるように、実装する2週間前に調整詳細を公表し、実装する前日に再びお知らせをいたしますと。で、第2回スキル説明文の調整は、調整の詳細は送付の画像でご覧くださいということで、たくさんありますが、まあ、一つだけ見ていきましょうか。まあ、例えば、まあ、超精細、大凶小凶、大凶小凶、大凶小凶、で、大元気、かだ、かだって感じか。まあまあ、説明文がまあ、ここね、調整前と調整後で短くなりますよって、まあ、多少ですけどね、多少短くなりますよぐらいです。まあ、これからのね、復唱のために、ですね、少しでもスキル説明文は短い方が、まあこちらとしてもですね、まあスキルの内容っていうのを読み取りやすくなるんで、プレイヤーとしてもね。なので、まあこういうのはありがたいのかなと。今のだとね、もうむちゃくちゃ説明文最近の子長くなっちゃって、もうスキルの説明がどうなってんのかよくわからないみたいなね、こともあるんで、強い子になってくると。まあこういうので、まあ簡素化されていけばいいかなと感じですね。で、次です。願い返し。原稿が漏れなくもらえる。最大2倍の原稿が戻ってくる。30原稿、300原稿、3000原稿、3万原稿をそれぞれ1回ずつ献上できる。この機会を逃さないでねということで、期間が5月14日金曜日12時から5月18日火曜日23時59分となっています。はい、ということで願い返しがやってまいりますが、ちょっと早いのか ?14 日。あ、でもまあ金曜日ですもんね。14日の金曜日、20日の金曜日は、次21日の金曜日なんですけど、まあ20日を超えないので、願い返しって基本的に。となると1週前のこの14日が正しいのかな。はい、ということで、明日ですね、願い返しもやってまいりますよと。週の真ん中の願い返しです。そして、少女の出会い、累計消費ということで、これ待ってた人多いんじゃないかな。イベント期間内ですね、少女の出会いで原稿を消費すると、誕生石と遊園地スタンプを獲得できます。遊園地スタンプは遊園地プレゼントに交換できますと。うん、遊園地スタンプと遊園地プレゼントというね、ものがあります。詳細は以下の通りですということで、原稿を3000使ったり、15000か、使ったり3万使ったり6万使ったりで、まあそれぞれ誕生石、遊園地スタンプっていうのが手に入って、まあ、遊園地スタンプを50個集めると遊園地プレゼントというものに交換できますと。そして遊園地プレゼントとは、開けると以下の報酬から一つ選べる。香り袋、誓いの杖、手ぬぐい、玉の腕輪でいいのかな。で、期間が5月14日金曜日12時から5月18日火曜日9時59分となっています。まあ、このね、普段なら1個しか手に入らないものが、まあ、この累計消費でスタンプを集めてプレゼントに交換すると、まあ、香り袋とかね、まあ、1個追加でもらえますよみたいな感じですね。運が良ければ3つ出てさらに1個もらえるとかね、まあそういう感じなので、完全にお得なイベントとなっておりますので、まあ今ね、混沌が深淵に、進化できるようになって、混沌セットってかなり需要があるんで、まあここで一気に引くのが賢いやり方なんじゃないかなと思います。そして仮想の集いということで、イベント期間中、今川義元、曹操、孫権、権力の方ですね、曹丕、重宝が一斉に登場、一緒に戦いましょうということで、期間が5月14日金曜日12時から5月20日木曜日23時59分となっています。はい、ということで、仮想の集いというアバターガチャが5つギュッとまとまってくるラッキースター形式のガチャとなっています。で、画像出しましょう。まあこちらですね、水鉄砲は、まあ、UR 線のみ紹介になるんですが、重宝ですね。で、曹丕、ちょっと画像ずれてるけど、こちらが今川義元。で、曹操ですね。で、孫権ということになりますよと。まあ、この5人が一斉にやってきますので、もし欲しい子とか、UR アバが欲しいとか、まあ、アバターガチャが来るんで、
うん、SSR から順番に来るんですけど、 SSR 持ってないからこの子とか確定だけ回すとかね、まあ、いろんな引き方ができると思うんで、まあ、これは、うん、非常に有能かなと。まあこの中だとどれになるんだろうね。この中だと個人的に、総比の強奪がちょっとね、相手にしたら嫌かなという感じがします。はい、ということで次ですね。次がこちら、電車内の風景ということで、電車の中に入ったばかりで雨が止んで空が晴れた電車内の風景、集大はこの予想できない天気にどうしようもない感じがしましたということで、期間が5月14日金曜日12時から5月20日木曜日23時59分となっています。ということで集大はこちらですね。なんか集大って、10月ぐらいに UR アバターが出たんですよね、去年のね。ってことは半年、2ヶ月4ヶ月、まあ半年ちょいぐらい、7ヶ月ぐらいでもういきなり UR 戦にポンと昇格ということで、まあ UR アバになるまでものすごい時間かかった子なんですけど、 UR アバからはまあポンポンと UR 戦になれましたね。うん。でこのイラストね、完全に男の欲望しか詰まってないこのイラスト、うん、いいと思いますよ。前回のほぼ全裸よりは全然僕としてはサムネ作りやすいんで、この方がありがたいかなと思いますね。そして期間言ったかな、まあ、20日までやってますよと。で次、夏の浜辺、これ再販枠ですね。またあれとは違います。仮想の集いとは違った再販枠になりますね。晴れ渡った夏の日、直江兼次と一緒に情熱的な太陽と、健やかな潮風を満喫ということで、期間が5月14日金曜日12時から5月20日木曜日23時59分となっていますよということで、こちら夏の浜辺直江兼次ですね。サポートキャラとしては、まあ、かなり優秀で、まあ、反射というか援護をばらまく、味方にばらまいてくれる、サポートキャラとなっていますし、でなおかつ、まあ、この子しっかり育てたとしてもめちゃめちゃ強いんで、うん、この子かなり僕サポートとしてはかなり評価しています。僕もね、もう使ってますしね、もちろんね。はい、ということでこの子やってきますよと。この子も20日までやっています。そして、映画銀月は縁結びパックが残っていると。まあこれは新妖精のですね、うん、縁結びがあるんで、うん、花嫁衣装が来てるんで、まあ、その居残りって感じかな。はい、ということで今回はもうこんなもんかなということで、まあアバターとアバターガチャかで、UR 戦の新アバターと含めて7人来たのかな。なのでかなり再販プラス新規の子、まあガチャがかなり増えますよということなんで、まあここは確実に引いていきましょう。で仮想の集い、まあ最後ね確認しましょう。仮想の集いで、重宝総比、今川義元、曹操、孫権、漢字が権力の方ですね。こちらが新しい、UR 戦新アバターということで集大ですね。そして直江兼次ということで、僕の中では直江兼次が一番おすすめなんじゃないかなと思います。まあ集大はどういう性能で来るか分かりませんけどね。まあ集大はこれですね、右の、画像で、このタコに胸元を吸い付かれてるやつですね。スキルとしては、範囲の 500% で、条件付きで流血ですね。で、援護にも入れますよっていう援護キャラなのか、なら爆弾とかでもしかしたら使えそうなのかなという感じはしますよね。で、スキルにも範囲。で、まあ、ダメージが高くなるか。で、流血があれば、会心攻撃になる。ですね。まあ条件付きクリティカルがありますよということで、まあ範囲なんで、もうむちゃくちゃぶっ壊れることはないとは思うんですが、援護に入れるので、まあその辺が面白いのかなと、うん、いった感じはしますね。まあ援護キャラとしてどういう伸び方をするのか。援護キャラって結構いるんで、まあ猛角とかから始まって、まあ最終的に誰になるんだろう。テーフとかもその後も出てたもんね。うん。なので、まあ、いろんな枝分かれの仕方、まあ、それぞれの個性があるんで、まあ、この子はどういう尖り方をしてくるのか、まあ、それは楽しみですね。はい、ということで、今回のアップデート情報はここまでになります。チャンネルの登録、ツイッターのフォローなど、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、ここまでお送りしたのはデフでした。おつデフ!